いというわけでご無沙汰してます、サヤンジですけど、今日はね南海難波駅におります。時刻は6時半ということでね、ちょっと大変眠たいんですけど、まあ、そんな知ったこっちゃないと思うんですが、これから南海の看板特急ラピート、これに乗っていきます。ちょっと早速行ってみましょう。ラピートって今日走ってますかね。ラピート走ってます。走ります。じゃあ、特割切符のちょっとスーパーシート一席、7時発ので7時の方。はい、7時で、はい、はい、というわけで切符を購入しました。今回乗るのはこちらラピートアルファって言ってね、これラピートって2種類実はあるんですよ。ラッシュ時にしか走っていない速達型、停車駅もなかなか少なくなっておりまして、これのねスーパーシートを予約しました。この関空特割切符っていうのを使ったらかなりお得に乗れるんですよね。レギュラーシートから210円足すだけでスーパーシート、それはじゃあちょっとね、乗らんわけにはいかんだろうというところで、まあスーパーシートって言ったら、まあ、グリーン車みたいなもんですね。2対1の豪華な仕様になっております。というわけで早速改札の中に入っていきましょうか。いやもうこれね、改札機の多いこと、もうどっから入ってもね行けるという感じなんですけど、通していきます。さすが大ターミナルナンバー、もういつ見ても絶対どっかに列車が止まっています。9面8線のホームです。こんな感じで頭の方でね、ここで行き止まりになっている東端式の、こういう構造をしている駅の中ではね、日本で2番目に大きい規模を誇ります。一番大きいのは阪急梅田駅ですね。まあ、今回ねこのラピートアルファって書いてますけど、これただのラピートじゃないんですよね。まあ、ベータよりも早いっていうのはそうなんですが、この今から乗る7時発のラピートアルファ3号、これがですね今現在で難波から関西空港までを結ぶラピートの中で一番速いものになります。まあ、最速達ラピートなんですね。それに今日はスーパーシート、いやーこんな贅沢なことはないですよ。この9番線もうラピート専用ホーム、早速じゃあちょっと入っていきます。いやーちょっと早すぎたな。今日まずね大雨なんですよ。ラピートこれ走るかなと、関西空港ってこう島になってるから風とか雨が強かったら止まっちゃうんですね。それを危惧してとりあえず来たんですけど、走ってくれるようです。うわすごいな、いやなんかなんか宇宙人みたいな、こう見たらなんていうの、プレデターみたいな、いやなんかそれ違うか、威圧感がすごいですよ。とりあえず7時発のラピートアルファ、その次は30分後、まあ、基本的に30分に1本ラピート走ってます。次はラピートベータということで、まあ、少し遅くなってしまう、停車駅がね2つほど違います。やってきました、青い、いやすごい、本当にロボットみたいなルックスをしております。ラピートアルファ3号関西空港行き、あこれライトも LED に変更されています。いやーすごいわ、なんちゅうかな、航空機みたいなね、そういう窓ガラスをしてるんですが、いやこれは別格、難波駅バラエティ豊かな車両が行き交いますけれども、ひときわ目立っております。これすごい、すがすがしいほど青いんですよね。今ドアが開きまして、これはプラグ式のドアかな。非常にシンプルなんですね。これ特にこうきらびやかな飾りみたいなのないけど、いやでもやっぱり一色でね勝負できるってことは、それぐらいのデザイン性を備えてるってことですよね。側面部分 LED 表示になっております。フルカラー LED。 これがレギュラーシートの座席2対2。あでもすごいな、これ頭の周りがね包み込むようにキュッと曲がっておりまして、あこれでも乗り心地いいでしょうね。果たしてスーパーシートどんな感じになっているのか、早速乗っていきます。5両目6両目がスーパーシート、これのぞみ号とかね、新幹線は16両中3両がグリーン車なわけですが、このラピートは6両中2両がスーパーシートということで、割合がかなり多くなっております。車内2対1のシートが並んでおりまして、いやこれはねもう大きいっていうのがわかると思います。リニューアルされておりまして綺麗ですね。やっぱりねこれ大阪らしく、ヒョウ柄のモケットが用いられています。まあ、僕のおばあちゃんもねあのヒョウ柄 の服とか着てるんで、やっぱり大阪の人は着てるんだなという感じなんですが、まあ、この柄はねおばあちゃんにこう寄せたというそういうわけじゃないと思うんですが、やっぱタイガーとかそういうのを放出させることでスタイリッシュなね、なんていうか爽快感みたいなのを演出したかったんだと思います。現にそれができていると思いますね。壁とかを見ても大理石調になっておりまして、こちら上部分荷物棚が飛行機みたいな、いやっていうかもうはっきり言って窓の、ね、大きさ もう飛行機みたいじゃないですか。かなり超大きいですけど、飛行機はやっぱ耐久性の問題かな、窓っていうのはちっちゃくなっているんですが、かなり大きい作りになっております。特急ラピートアルファ関西空港行きです。ラピートアルファ関西空港行きですというアナウンス、これもねなかなか聞くことができない、もうレアアナウンスとなっております。そもそもアルファが走ってないんですね。あんまり狙っていかないと乗れないと、本当にそういう感じ。もともとはアルファとベータがね本当に交互で走っていたんですが、はるかとのやっぱスピード面ではね勝てないということになりまして、利便性を上げるためにできるだけ多くの停車駅に止まって人を多く積むと、まあ、そういうところでシフトチェンジしたんでした。シートピッチがかなり広く、背面には大きいテーブルがついておりまして、これ結構新幹線のねあのグリーン車、それを放送させましたね。軽々とノートパソコンが置けるサイズです。リクライニングを倒せばもうこれは言うことなし。
ペットボトルホルダーなんかもついておりまして、確か昔はインアームテーブルのみだったのかな、小さい丸いテーブルだったんですが大幅にリニューアルされております。そして窓、これもう届かないんですよねシェードを下ろしたくても下ろせないぐらいに大きい窓です。こうよいしょと立ち上がってシェードを下ろすんですが、このシェードもまあ広いんですね。こんな大きいシェードはちょっと初めて見たかもしれません。言うまでもないですが眺めは抜群です。横から見たらこんな感じですね、申し分なく倒れているっていうのが分かると思います。難波橋7時ちょうどに出発、何度も言ったようにラピートアルファベータと2種類ある中で、このアルファっていうのはやっぱ速達型になっていて、他にもねアルファっていうのもあるんですが、ただこのラピートアルファ3号だけは別格に速いということになってるんですね。その異次元の走りというのを、僕も初めて体感するんですけれども、楽しんでいきたいなと思います。この南海特急ラピートですけど、1994年に JR 西日本が運行するはるか号、これに対抗すべく運行開始しました。当初このラピートアルファは難波から関空までノンストップ29分というね、今よりも速いスピードで結んでおりました。次は天下茶屋です。天下茶屋の次は泉佐野に停まります。新今宮駅に到着、新今宮の次は天下茶屋、南海本線では各駅に停まっていくわけですね。ここまでは他の列車と同様という感じ。奥側にはアベノハルカスがありまして、こんなどうにかして撮りたいなということでカメラを向けていたんですが、やっぱりねこれ密度がすごく、建物がもう邪魔しよるんですね。残念ながら取れずじまいという感じになりましたけど、今通過しているのは萩野茶屋駅、高野線にしかない駅で、本線の普通も通過するということになります。天ヶ茶駅を出発、ここからラピートアルファ3号スロットルを上げていきます。本来であればラピートベータこの後堺岸和と止まっていくんですが、アルファはその2駅をすっ飛ばします。その次の駅泉佐野まで止まりません。時間にして22分間ノンストップで走り続けるということになります。難波から関空までの間のもう半分以上をね、この天ヶ茶屋から泉佐野までの間に使うということで、結構な距離をまた結構なスピードで走ると、そういうことがわかると思います。このラピートスーパーシートなんですけど、昔はねドリンクサービスっていうのがあったんですよ。これ冷蔵庫にですね飲み物が入っていて、勝手に取ってどうぞってやつだったんですが、これ廃止されちゃったんですね。なんでかというとね、皆さんも想像できると思いますが、レギュラーシートの人が勝手にね取っていったりだとか、またスーパーシートの人がいっぱい持っていったりとかね、ふざけんなという感じなんですけど、いやこれ一回味わってみたかったんですが、やっぱりこういう同様のサービスっていうのは他でもあったんですけど、軒並み廃止されてるんですね。人間の善意に委ねるようなね、そういうものはやっぱできないんだなと、ちょっとこれはもう残念でなりません。言ってる間に堺駅を通過、この駅も本来ラピートベータなら止まる駅なんですが、結構な速さでね通過していきましたよね。こう新幹線とかで、名古屋通過とか昔ありましたけど、ゆっくりとぼとぼとね通過っていうよりは止まらないという感じだったと思うんですが、ラピートはもうそれお構いなし、直線コースをねバーッと速度を緩めることなく通過していきました。この区間では結構工事中の駅が多く見られます。また途中もねこう工事のなんか作業車両みたいなのがいっぱい止まってたり、こういう無人の駅があったりするんですが、多分高架化が進められてるんだろうなと思います。僕も南海沿線民じゃないんで分かんないんですが、これはなんか楽しかったですね。今にしか見られない光景です。車内は人が少なくてもう本当に随分快適、食べ物と飲み物をね持ち込んだわけですが、これリンゴオレオを見てもらったら分かるんですけど、結構横揺れしてるんですね。もう結構早いんですよ。だから横に揺れる、乗り心地には問題なかったですけど、慌ててね食べます。うかうかしていてはもうね終点についてしまう、本当にそういう感じ。今通過しているのは岸和田駅です。これもラピートベータなら通過するところ、カーブした後特にスピードを緩める様子もなく通過してきました。奥側にこれアベノハルカスかなと思った違うんですね。なんかアベノハルカスみたいな建物だなと思ったんですけど、何の建物かは分かりません。あっという間、泉佐野駅に到着した時には時刻は7時26分です。この時点でまだ30分経っていない、その時点でこの泉佐野まで来ているということですね。JR でいうところのひねの駅まで、この30分以内で来ているというところで、ラピートアルファ3号の速さが伝わるかなというふうに思います。泉佐野駅をスムーズに出発しまして、次の駅は臨空タウンです。南海本線とここで分岐、関西空港まで空港線を通ることになります。こうだんだんと上がっていくわけですけど、これ本当にねもう飛行機の離陸なんですよね。中が航空機に似てるっていうのはさっきも言いましたけど、スピードを上げながらなおこの角度で行くんでね、あれそろそろもう僕空飛ぶんかなと、そういう風にも思ってしまいます。横に見えておりまして、上からこう降りてくるのが JR 日根野から分岐しました関西空港線です。ここで JR と交わるということになるんですね。同じ線路を通っていくと、そういうことになります。臨空タウン駅に到着、あっという間、
先ほど泉佐野を出てから3分後のことです。まだこれ30分以内なんですよね。難波を出たのが7時ジャストです。でこれすごいのは JR の特急はるかは天王寺を出た後ノンストップで関西空港まで行きまして34分なんですね。でこれは南海ラピートアルファ3号とまさに同じ時間なんですが、ラピートアルファ3号は停車駅が3つあるわけですよね。だからそう考えると停車駅が多いにもかかわらずはるかと同じスピードで走ると、まあ、一般的にスピードでははるかの方が速いなんて言われますけども、ラピートアルファ3号に関しては張り合うどころかですね、むしろちょっと速いぐらいのそういうスピードで走ってるんですね。いやこれはすごいことです。臨空タウンを出発しまして関空連絡橋を通ります。この時点で泉佐野臨空タウンで結構人が降りたんで、ガラガラという感じ、ガタガタと少し横に揺れながら100キロぐらい、ね、出てたと思うんですが、なかなかのスピードで快走していきます。海の上を走っているわけですけれども、もう窓の形も相まってですね、もうこれちょっと飛行機にしか見えなくなってきてしまいます。橋を渡り終えまして、もうあっという間に関西空港に到着します。皆様、本日は特急ラピートアルファをご利用くださいましてありがとうございました。終点関西空港、関西空港です。関西空港到着のアナウンス、ちょっとこれ早すぎますね。30分ちょっとでもうあっという間にアナウンスが鳴りました。まあ、これなんでこんな早いかっていうことですけど、まあ、アルファであって停車駅が少ないっていうのもあると思うんですが、やっぱり前後にね、あの列車があんまりいないということが関係してるんじゃないかなと思います。ダイヤの関係ですね。また他のラピートアルファに関しても難波から終点の関西空港までは35分から40分ぐらいですね、十分に速いスピードで結んでおります。終点の関西空港駅に到着、時刻は7時34分、難波を出発してから34分で到着するということになりました。終点関西空港に到着、ラピート、このロゴマークもなかなかかっこいいです。今時刻がね7時34分、早い。難波を出てから34分で着きました。これが現在走ってる中では最速のラピートになります。いや、すごい。いや、マジであっという間でしたね。座席がもうあったかくなるまで、いや、それは言い過ぎか。あったかくはさすがになったんですけど、このリンゴオレをね、もう飲み切る前に着いてしまいました。これは早いわ。で、ラピートベータと比べても、こう、堺とか岸和田とかね、通過とは言ってもね、とりあえず止まらないみたいな、そういう通過じゃなくて、ラピートがっつり通過しましたからね。これは早かった。JR の関空快速も結構人が乗ってますけど、ラピートそういう面でもね、スピード、それから快適性が兼ね備えられておりました。お迎えには関西空港開業当初からのもうライバルです。関空特急、もう関空特急で名乗ってますからね、はるか号。京都とかね、そっち方面にこうダイレクトで結んでいるので、こちら大阪南難波に結ぶというところで、同じ関空アクセス特急ですけれども、少し用途っていうのは間違ってくるのかなと、そういう印象です。乗ってきたこのラピートですけども、すぐに清掃作業を終えるとすぐにもう折り返すということになります。表示を見るとラピートベータになっている。なかなかやっぱね、アルファってレアなんですよね。停車駅を見ると岸和田、堺、先ほどアルファでは止まらなかったこの2駅が含まれております。というわけで今日はね、難波を7時に出る最速達のラピート、難波から関西空港34分で結びました、ラピートアルファ3号に乗ってきたと、そういう動画でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。